ロバート・ノートン・ノイスは、フェアチャイルド・セミコンダクターとインテルの共同創業者の一人で、あり、ザメイヤー・オブシリコンバレーとあだなされた人物、ジャック・キルビーと並んで、集積回路を発明したことでも知られている。彼の事業の成功は、その後の世代の起業家にとっては、死であり、目標だった。家計を遡ると、メイフラワー号で北米大陸に移住し、 ブリッジウォーターという町を建設したラブブリュースター、同じくメイフラワー号で入植し、プリマス植民地の精神的支柱となったウィリアムブリュースター、プリマス植民地の知事となり、プロビンスタウンーでのメイフラワー製薬に2番目に、署名したウィリアムブラッドフォードといった人物がいる。また、18世紀アメリカの詩人及び作家として、有名なマーサワーズワースブリュースターや、牧師で、 グリネル大学の創設者であるルーベン・ゲイ・ロードの子孫でもある。1927年12月12日、アイオワシュー・バーリントンで生まれる。改修派協会の牧師だった父、ラルフ・ブリュースターの4人の息子の3番目として生まれた。母、ハリエット・メイ・ノートンも改修派協会の牧師の娘で、あり、意志の強い聡明な女性と評されている。ノイスの最も幼い頃の記憶は、 卓球で父に勝ち、それを母に知らせたところ、パパがあなたに勝たせてあげたのよと言われて、がっかりしたことだという。5歳の頃からロバートは何においても負けず嫌いだった。そんなのゲームじゃない。やるんなら、勝つためにやらなきゃとロバートは母に向かって拗ねたという。1940年夏、ロバートが12歳の時、兄弟と共に子供が乗れる大きさの飛行機を作り、 グリネル大学の馬小屋の屋根から飛ぶという遊びをした。その後も彼はラジオを一から作ったり、古い洗濯機のモーターを使って、ソリの後ろに電動のプロペラをつけたりしている。アイオワ州、グリネルで育ったロバートは地元の学校に通った。高校時代に数学と理科に才能を見せ、高校在学中にグリネル大学の新入生向け物理学コースを受講した。 1945年に高校を卒業すると、グリーネル大学に入学。1949年、物理学と数学の学士号を取得して卒業。1953年、マサチューセッツ工科大学で、物理学の博士号を取得。ベール研究所で開発されたばかりのトランジスタに初めて触れたのは、グリーネルカレッジでのことだった。グリーネル大学では、 グラント・ゲール教授の物理学講座に参加し、物理学に魅了されていった。ゲールは、ベール研究所から、初期のトランジスタを2個入手し、それを学生に見せた。ノイスはそれに目を奪われた。しかし同時にノイスは手に負えない、いたずら好きという面もあった。屋外便所をひっくり返したり、届けでもなく、花火を打ち上げたりというのはまだ言い方で。 仲間と共に飲酒した上で宴会のために豚を盗むというのは全く別次元の問題だった。ノイスと仲間はその所業を後になって後悔し、農場に行って豚の代金を支払おうとした。農夫は豚が盗まれていたことに気づいていなかったが、話を聞いて激怒した。農夫はグリネル大学の学長に連絡し、保安官も呼んでノイスらを刑事告発すると主張した。ノイスは、 定額となり、1948年には大学だけでなく、グリネルの町から追放された。ノイスは追放されている機関をニューヨークの生命保険会社の保険経理部の事務員として働いて過ごした。その後、グリネルに戻り、1949年4月にグリネル大学を何とか卒業した。その後アメリカ空軍に入隊しようとしたが、 四季格以上だったため戦闘機パイロットになれないことを知り、兵役そのものから逃れることにした。指導教官だったグラント・ゲイルは MIT の物理学の博士課程への進学を進め、ノイスはそれに従った。ノイスは頭の回転が速く、MIT 時代の友人は彼をラピット・ロバートと呼んでいた。1953年にマサチューセッツ工科大学を卒業すると、 フィラデルフィアのフィルココーポレーションの研究開発部門に技術者として就職した。その後、ウィリアム・ショックレイにスカウトされ、1956年にマウンテンビューのショックレイ半導体研究所に移った。しかし、間もなく、ショックレイと意見が合わなくなり、1957年にゴードン・ムーアラ若手研究者を伴って、フェアチャイルド・セミコンダクターを設立し独立。この社名は、 出資企業のフェアチャイルドカメラインストルメンツに由来する。親会社の社長だったシャーマン・フェアチャイルドによればノイスの熱を帯びたプレゼンテーションが出資を決めた理由だったという。フェアチャイルドでは半導体集積回路の研究開発と普及に努めたが、後に親会社との意見衝突や経営悪化を起こし、1968年に再び ムーアと共にフェアチャイルドを飛び出し、アンドルー・グローブと共にインテルを設立した。インテルの主要出資者で会長も務めたアーサー・ロックはインテルの成功にはノイスとムーアとグローブの3人がこの順番で必須だったと述べている。ノイスは発想豊かな無双家であり、ムーアは技術面の大家であり、グローブは技術畑出身の経営科学者だったという。ノイスが インテルで培った企業文化はフェアチャイルド時代と同じくゆったりしたものだった。従業員を家族のように偶し、チームワークを重視した。この経営スタイルはその後のシリコンバレーで成功した各企業にも受け継がれている。彼は高級な車用車や専用駐車スペースや自家用ジェット機や専用オフィスを避け、階層化されていないゆったりした職場環境を好んだ。 従業員は皆事業に貢献しているという考え方から特定の誰かに臨時収入を与えるということもなかった。このような特権を放棄した経営スタイルはインテルのその後の CEO に受け継がれている。インテルではテッド・ホフラのマイクロプロセッサの発明を監督し、それが彼の二度目の技術的革命となった。1953年、エリザベス・ボトムリーと結婚し、 1974年に離婚した。二人は四人の子を設けた。その後1974年、ノイスはアンバウアースと再婚。アンはインテルの初代人事部長だった女性で、後にアップルで人事担当副社長を務めた。ノイスはヘミングウェイを愛読し、飛行機操縦、ハンググライダー、スキューバダイビングを趣味としていた。1990年6月3日、 テキサス州オースティンの病院で心不全で死去。その頃の椅子は半導体製造技術の基礎研究を行う非営利組織セメタックを運営していた。アメリカ政府と14の企業の提携によって創設された組織であり、日本の半導体製造技術に追いつくことを意図した組織である。彼はマイクロエレクトロニクスがどんどん複雑化し洗練されていくと信じ、そのテクノロジーを どう利用するかが社会問題になるだろうと考えていた。生前最後のインタビューでノイスはアメリカ合衆国の皇帝だったら何をするかと聞かれた。彼はいろいろ答える中で次の世代がハイテク社会で繁栄することを確実にしたい。そのためには最も貧しい階級の者にも高度な教育を受けさせる必要があると述べている。ノイス財団は 数学と理科の教育の改善を目的として、ノイスの遺族らが設立した。現在、妻のアンは、ノイス財団の会長を務めている。1959年7月、アメリカ合衆国特許、第298万1877号、セミコンダクターデバイスリードストラクチャーという、集積回路に関する特許を出願した。なお、その数ヶ月前に、 ジャック・キルビーが出願した特許は同様、同等とは言い難いものだが、この二人が集積回路の発明者とされ、三人のアメリカ合衆国大統領に表彰されている。1966年 IEE、e、フェロー。ノイスは様々な賞や栄誉を受けている。1987年にはドナルド・レーガンからアメリカ国家技術賞を授与された。その二年後、 ジョージ・ H ・ W ・ブッシュによりビジネス伝道に入るという栄誉を与えられた。特許法志行200周年の記念式典にはジャック・キルビーやトランジスタの発明者、ジョン・バーディーンらと共に招待され、生涯貢献賞を授与された。1966年にはスチュアート・バレンタイン・メダル。1978年には IEEA 賞を受賞した。また、1979年には アメリカ国家科学賞及びハラデーメダル。1990年には全米技術アカデミーのチャールズ・スターク・ドレーパー賞を受賞した。サンタクララにあるインテル本社ビルはロバート・ノイスビルと名付けられている。また、グリネル・カレッジにもノイスの名を冠した建物がある。米国半導体工業会では毎年半導体業界において優れた業績と、 リーダーシップを持つ者に贈られるロバート・ N ・ノイスアワードに、また IEE では、インテルの講演で、マイクロエレクトロニクス業界への卓越した貢献者に、対して贈られる IEE ロバート・ N ・ノイスメダルに、名を残す。ノイスの名で成立した特許は、以下の通りである。ありがとうございます。